ウッドデッキ Q&A。 ウッドデッキにシロアリは発生しますか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。デッキを本物の木で作るとシロアリが発生するので問題がありますよね。はい、今これから出てくる写真のここのお宅なんかはウエスタンレッドシーダーというデッキ材でもうすごく有名な材木で作っていたんですけども、メンテナンスが悪くって、要するに防御材、シワリが来ないようにするような薬剤を定期的に塗ってあげたりしないといけないんですね。ですからそういう管理をちょっと怠っちゃったせいで、シワリが発生して、まあ、早く朽ちてしまったっていうようなお宅なんですけども、その作り直しを今してるわけです。ですから管理次第ということと、あとは外来から、外から来ている輸入材の中には、シロアリが出ないようなものもありますよ。ハードウッドという材木はシロアリがつきにくいと言われてますよね。はい、特にですね、ハードウッドの中でも比較的柔らかい材木でサイプレスという材木があるんですけれども、これはオーストラリアの材木なんですね。これはもう全くシロアリが来ません。それとあとブラジル産のハードウッドでイペ材とか、あと板馬材とかってあるんですけども、これはもう水に沈んじゃうぐらい硬いようなそういう材木ですね。でそれも比較的つきにくいです。ですからハードウッドは一般的につきにくいというふうに言われてます。視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ウッドデッキのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。cbrbk.com/wooddeck.html で検索してください。フリーダイヤル0120-041301、お電話お待ちしております。